生活では多くのエネルギーが使われているということが分かりました。環境のために何かしたいと思っている方へ、実はお料理の中でもできることいろいろあるんですって。例えば旬のものを選ぶこと、近くで採れたものを使うこと、食べ残しを減らすこと。今回は4組の親子がエコクッキングの教室に参加しました。なるべく上のギリギリのところで、ね、取って下手を。まずは先生からお料理の工程とエコポイントを学びます。そしていよいよエコクッキングを実践。野菜の種やヘタを取るときはなるべくゴミが少なくなるようにするのが最初のエコポイント。次に野菜をカットしていきます。今回使うズッキーニやパプリカは夏野菜、旬の食材を使うのもエコポイントです。水を無駄にしないようにそーっと。今回は野菜をホイルで蒸し焼きにします。この時グリルを使うと時短で料理ができエネルギーの節約ができるんですって。さらなるエコクッキングを目指し、今回は2つの料理を同時にグリルで。メニューは夏野菜たっぷりパスタとグリル野菜のマリネです。加熱スタート。その間にパスタを作ります。ここではフライパン一つだけを使った調理に挑戦。使う鍋を減らすことで洗い物が減り節水にもつながります。トマトソースと水を注いだ後、パスタも茹でないでそのまま投入。あとは蓋を閉めて時々混ぜながら待ちましょう。パスタが柔らかくなったら蓋を開けて水分を飛ばします。フライパン一つで本当にパスタができちゃいました。そしてグリルのダブル料理は、野菜もしっかり柔らかくなりました。水分を切って調味料を混ぜたらマリネの完成。出来上がったパスタにはグリルで蒸したズッキーニやパプリカを加えて彩りに。カラフル夏野菜たっぷりパスタ、そしてグリル野菜のマリネ。お味はどうでしょう？美味しいみたい。いろんなとこが届いて、今まで食べたパスタが一番かな。おお、一番、うん、エコクッキングで楽しく美味しいエコなお料理ができたみたいです。